流れてるのこれ。いや流れてるけど録画はまだしてないから。録画はまだしてないけど音出しでも流れてるの。音出しだったっていう。あ、ごめん、音なしだった。そう、音なしだった。で、今音流れてる。音流れてる。今音流れてる。で、もうすぐ始まる。今日は早い。こんばんは。昨日すごい風だった。春の嵐でしょ。ビュンビュン吹いてたでしょ。すごかった、すごかった。きっと何かが起こるんだよ。そんな何かな予感を含めながら今日の放送も行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは本編スタート。顔で自分らしい生き方を、見た目問題解決 NPO 法人マイフェイスマイスタイルのお送りするノンストップ生放送番組ひろこピッチナーな、本日4月21日ボリューム175をお送りいたしますのは、私ひろこピッチ戸川ひろこと、本日のゲストはこちら、はい、村子ヘビ天使から来ました、上川タミです。タミちゃんです。よろしくお願いします。おかしい、おかしい、はい、このおかしい、ひろこピッチナーな見た目問題を通して世の中のあらゆる出来事を見ていこうという番組です。まあ、本日はゲストタミちゃんですけど、本日のゲストは見た目問題の当事者さんではなく、ちょっと違ったテーマからゲストに来ていただきました。ということで本日のテーマは、テーマは何だ、うん、テーマは何だろう、うん、まあブラックヘリテージっていうだけあって、まあ、ブラック問題っていうことかな、うん、はい、かなっていうぐらいの感じでお送りしたいと思います。今日は難しいよ。本当ですか。いや難しくない、難しくない、難しくない、難しくない。ということで素人、もとい初心者が見ても分かるっていうような番組にしたいと思います、うん、はい、さあどっから行こう。ねえねえ、どこが難しいですか。だってもうブラックって何、読みましょうか。ブラックって何。私、あ、はい、もう私はもう最初に言っときましょう、はい、見た目問題に携わって多分14年、14、5年ぐらい、結構やってんだよね、14、5年ぐらいやってるけど、ブラック問題の人たちと結構こういろいろなんていうの、話するようになったので、多分ほんとここ数年、2、3年ぐらいなので、すっごい浅い知識しかない。はい、わかりましたと思います。多分もうこの今カメラの向こうの皆さんとそんなに変わんないぐらいしか多分知らないと思うっていうぐらい、私もそんなっていうぐらいなペースでお送りしたいと思います。よろしく。まあほら、学生時代からブラック問題について関心があり勉強してきているので、どんな話聞けるか楽しみです。いきなりハードル上がったね。上がりましたね。うん、どうだろう。でもね、まあどうだろう、じゃあどっからどっから行こうか。どっから、そうです、ブラック、じゃあ私目の前に何て書いた、あ、ブラックブラックって書いてるけど、どうやって書いてないんだ。あのね、そう、一つすごい疑問があった、はい、墨田区でも結構そのブラックって、あのそういう地域、
そういう人たちが住んでる地域ってあるんだけど、うん、まあ区の対策とかっていうと童話対策っていうのね、うんうん、で童話と部落ってまあまあ一緒なんでしょ。まあまあ一緒そうでもイコールではない。イコールではないの。ないそう。ほらその辺からもう分かんないの。部落、被差別部落、うん、被差別部落、非って差別を受ける被害者の日ね。被害者の日に差別だから、そう差別を受ける被差別部落、部落、うん、は部落、被差別部落、うん、で童話地区っていうのはその部落の被差別部落の中で、うん、全国にはあとある被差別部落の中で、うん、国が、うん、ここは部落ですよとしていうのを国が地区を指定するんです。地区指定で ここは部落なので、環境改善事業とか、うん、要は下水をちゃんと通しますよとか道を舗装しますよとか、そういうのをやるために国がここが部落ですって指定 した地域は童話地域、童話地区だ。童話地区なるほど。童話、あーなるほどね。国が予算、国の予算で対策をするって決めるためにこの地域がそうって言ったところは童話地区という。だから童話地区っていうのはまあ行政用語で童話地区、ね、でも、国が自分たちが住んでるところのその改善事業をやってくれるとはいえ、うん、そこをやってもらうとイコール自分たちが住んでるところは部落ですよっていうことになっちゃうますよね、うん、カミングアウト、要は地域全部でのカミングアウトになっちゃうので、うんうんうん、やんなくて結構ですのでほっといてくださいっていうところもたくさんあるわけですよ。なるほど。そこはね、うん、そこは童話地区とは言わない、厳密には。あ、だって童話地区指定されてないから。そうだよね。だから被差別部落という、そこを部落、被差別部落という言い方はそこには適用されるけど、そこが童話地区っていう言い方は厳密にはしない。そういうことなんだね。あー分かった、うん、そうだね。だ要はそっとしておいて、うん、あの指定されちゃうとそういうレッテルが貼られちゃうわけだから、国からお墨付きついちゃうから、そうそっとしておいて、そっとしておいてっていう人たちももちろんたくさんいて、それ難しいんですよねきっと。あのだってほら、そこに住んでる人が100人いたら100人が白になるか黒になるか、やってほしいイエスかノーかっていうのは難しい。なるほどね。けど多分いろいろあるんだけど。なるほど。でもまあざっくり言っちゃうと、国から認定されたところが童話地区、認定されたところは童話地区でそれ以外こう認定受けてない地域もまだいっぱいあるよっていう。そういうことなのね。へえ。私そう、もう一個不思議に思ってた、部落って別にさ、あのなんていうの、村っていうかその地域を表す言葉じゃん、集落みたいな。集落に、そう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 、人が住んでるところだから。うちもそうだけど、うん、親とかのその田舎とかって行くと全然その部落の人って言い方を、うんうん、その村の人みたいな、村のことを部落みたく言い方するから、うんうんうん、それとはまた違うんだよね。まあ差別を受けている部落、集落、部落っていう意味だから被差別部落、うん、それを省略して言ってで、ブラ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 って言ってるわけだよね。本当の名前、うん、で言うと、まあ被差別ブラックってこと、ね、いっぱいある普通のたくさんあるブラックの中でそういうふうにこう差別を受けてる被差別ブラックっていうのがあって、なおかつその中から認定受けたやつが童話地区だけね。あー、なんとなくざっくりわかった。オッケー、そういう感じ。みんなね、間違ってるって思ったら違うって言ってね。そう、違う、うん、でも多分そう合ってる。あ、そういうことね。オッケー、分かった。そっか。でもさ、あ、私ほらここ2、3年ぐらい知り合うようになったから、はい、ちょっとだけいろいろ勉強はしたりとかしたんだけど、うん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 、なんていうの、なんつったらいい、その被差別部落ってそもそもなんでそこが被差別部落なのっていうのってすごい実は分かってないんだよね。はい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 、もうなんていうの、その決まりがないみたいなさ、うん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 、国籍みたいなさ、はっきりしたそのものってないじゃんね。
ていう感じでしょ、うん、だからなんでそこが被差別ブロックになっちゃってるのかってよくわかんない感じ、うん、あれそうでもないの、あのね、あ、その話難しい、難しいの、あの私たちが子供の頃は、うん、社会歴史の授業とかで、うん、江戸時代に身分制度があって、うん、ピラミッドがあって、うんうんうん、武士、士の公、商っていうのがあって、うん、その下に得た否認っていう人たちがいました、うん、でその得た否認っていう人たちが住んでたところがブラック、被差別ブラックって呼ばれて残って、うん、で明治に移って市民平等にね、身分制度がなくなって市民平等になったけれども、まあ、差別は残りましたみたいな習い方をしてるはずなんです。あ、それは多分、うん、あのね、私ね学校でね、そう歴史ではそういうにぐらいは習った記憶がある。ただそれがそれほら40年前じゃないですか私たちが、ね、はっきり言っていいよ、もう40年ぐらい前なんですけど、まあ私も20何年前にそう習ったんですけど、うん、そこから今歴史の研究が進んで、うん、なんかこう江戸時代にパキッと作られたわけじゃないっていう、今そうなってる、もうその説は覆ってるんです。覆っちゃってんの。そうそうそう、ではっきりは分かんない、もう本当に起源が分かんなくなっちゃった。歴史遡っていつからなのかもうはっきり、まだ今研究途中。へー、そんなうっすらとした記憶はあるよ。そういう身分制度を得た否認っていう人たちが、まあ、そもそも何が得た否認なのかもよく分かってないんだけど、そういう人たちの子孫な人たちがブラックってなったっていうのはなんか習ったうっすらね、遠い記憶ねあるけど、それももう今ちょっと違うってなっちゃってるんだ。うん、そのなんかそもそもその死の交渉っていうのがピラミッドだったのかみたいなのも多分うんってクエスチョンに今なっていて、で、まあね、そうなんかね、今歴史の研究者の方々がいろんな説があって、うん、まあ、大体この辺じゃないかみたいのは固まりつつ、なるほどね、あるんですけど、まあ、でもあの研究は別にしていいと思うんだけど、うん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 、その歴史なんか全部そんなもんだから過去の話を ね研究するっていうのは別にそれはそれで意味があることだと思うんだけど、あの今それ必要その学問としてやるのは全然いいんだけど、それが分かったところで何が解決するんだっていう話でしょ。でもねすごい聞かれる。何なんですか、そもそもなぜあなたたちは差別されてるんですか聞かれんの。聞かれ、すごい聞かれ。やっぱそこでこう例えば、うんうん、祖先なんか犯罪者なんですとかね、祖先が犯罪者なんですとか、うんうんうん、こう外国から来たんですとか、うんうん、何かやらかしたんです、その子孫なんですって言ったら多分みんなあーってなるんですなるほどってなって、じゃあそういうの差別おかしいよねとかすんなり多分すって入るんだけど、ブラック問題ってそういうのよく分かってない。ただだから、まあ、一つ確実にあるのは、まあ、でもその江戸時代ぐらいに確実に得た否認という人たちがいたのはもちろん確実にあって、でその人たちのその人たちがまあ環境の悪いところに住まされていたとか、まあ、他の人たちとは違う仕事をしていたとか、うんうんうん、っていうのはまあはっきりしていて、その祖先でその人たちが、どんどんこう近代に向かって、うんうんうん、まあ、差別をどんどん、まあ、どんどん受けてきたというかどうかしらのかな、まあ、連綿ととにかく、まあ、ずっと差別が続いてるっていうのは分かって、てるというか、まあそうだけど、それがじゃあなんでだっていうのはね、なんかほわっとしてる気が、うん、でもね多分ね人ってね、なんていうの、理由をつけたいんだよね、うん、だから理由もなくね、あそれね、あちょっともうちょっと話、まあ、ずれちゃうかもしれないけど、見た目問題でも、うん、まあ、日本でそこまで多分研究されてないんだけど、イギリスとかでこう研究されてて、なんでその外見の差別があるんだみたいな研究してる人たちのところで、人って
悪いことをしたから、そのなんか罰で差別とかその辛い思いをするっていう、そのストーリーをやっぱりこう求めたい、うん、すっきりする求めて、何にも悪いことしてなくて何にもその責任もないのに、その差別されたり嫌な思いをさせられるっていうのは納得したくないみたいなのって、なんかどうも人間の中にあるから、なんでっていうのをすごい理由を求めるっていう研究をしてる人がみたいな問題の中にもいたので、多分ブラックも同じなんだろうね。そうだからすごい聞かれるんだけど、そでも私もそんなの分かんない、分かんないけど差別はされる、なんかこうあいつらね悪いんだとか怖いんだとか言われるみたいな、だからしょうがないんだみたいな、ね、そうそうそう。でもなんかこうブラック問題って下火でしょ今これ下火と今だってほらほらLGBT がめちゃめちゃ右肩上がるでしょ今もう LGBT 右肩上がりだから、もうニュースとかバンバン出るでしょ、すごい、そう、でもいいよね、そうでしょ、でもブラックとかももうね、もう盛り上がった季節終わっちゃってるんです、盛り上がったんだけど全然今下火だね、下火でしょ、うん、何言いたくなった、何言うんだったか忘れちゃったもん。じゃ下火だけど、うん、あえてなんでね、じゃあ言う、こう、こういうさブラックヘリテージとかやってるのかって言うな、よくなも下火なのに、もちろん、うん、差別があるからなんだけど、うん、でもやっぱりなんかこう例えば見た目問題とかってやっぱり人と全然、うん、全然っていうか人と違うとか、うんうん、例えば在日の差別だったらルーツが違うとか、こう、まあ、こう違う理由みたいのがはっきりしてる、ある、ね、そのなこれだからっていうね、そうそうそう、うんうん、でもブラックってやっぱほわっとし、ほわっとしてるよね、ほわっとしてるというか、だって歴史その研究も今途中でも差別はあるみたいな、それがそれってなんかすごい突き詰めていくと、人ってもう差別するのに理由とかいらないいらないんだよっていうのがすごく、そんなほわっとしたものでも差別はずっと続けられるだなってすごいブラック問題って思ってて、あほわっとしてても続けられる、ね、なんかもうなんていうんだろう、はいはいはい、そうでもそこがじゃあなんで人ってそんなに理由がなくても差別するみたいなのってなんでなんだろうっていうところを考えていくのに、ブラック問題一番なるほどいいよってテキストとして一番難解で一番こういいよって思う、なるほど、人ってすっごいきちんとした理由がなくても差別ってするんだよっていうののほら典型例でしょみたいな、すごい、え、そういうことなの？ブラックヘリテージやるの？あ、うん、ブラックヘリテージ、ヘリテージがってなくて、タミちゃんがはそういう結構動機っていうか感じで始めたのかな、うん、あの活動、あ、ちょっとは全然違う、あ、違うんだでもなんかね、やこう人って差別するものでしょ？うん、そうよ、なんか私が言うのだから差別心みたいのは持ってる、そう、人がもう人であるってことのこうすごい根っこのところと差別って結構関わってると思ってて、でそこはね、なんか否定しないないないって否定するんじゃなくって、あ、うん、そうそうそう、そこはある あるんだよってところをそもそも、そもそもあるんだよってところを認めて、そっからどうするかって話をしないと先に進まないと思うんです。私もそう、見た目問題も人は見た目で人を判断するもんだ、うんうんうん、だからこういう問題を考えなきゃいけないんじゃないっていうスタートがさ、そもそもみんなさ見た目でなんかこう人を差別するのをやめましょうとかっていうスタートに立っちゃったら、もうちょっとずれるからって思うの、差別するっていう、やっぱ人と違ったらやっぱうってなるのはそれは当たり前のことなの、うん、私も例えば友達ですごい仲が良くてもう、ね、すごい付き合いの長い人に実はその同性愛なんだよって言われた時に、うんうんうん、あ、ってうろたえて、うん、っつって3日ぐらいどう接していいか分かんなかったで4日目ぐらいから
なんか今まで通りだなみたいになったんだけど、なんかやっぱさ、やっぱり自分と違うものに対してギョギョみたいな気持ちは、うんうんうん、あの誰にもある。あで、あるあるある、そのギョギョをが、うん、うん、うんっていうのが、それがだから排除するって方向に行くのか、それともそのうんっていうのは違う未知なるこう新しい扉を開けることかもしれない、うん、と自分の自分が今まで知らなかった豊かな体験への、うん、こう入り口かもしれないって、うん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 、なるほどね、どっちに行くかでしょ。それをそのなんか豊かな体験の入り口なんだよって方向に行ったらいいなと思うんだけど、でもまずそこで人と違うってことは、人と違うって時にえって思う気持ちは絶対に否定できないし、それは誰もが持ってるものだってまず認めないといけないと思ってて、ね、私もそう思う。だからそこをまず否定してこう押し込めても、それがダメだとか、ね、そうそう、どうにもならないから思っちゃうもん、ね、そうだよね、びっくりするよね、びっくりするって思う、ね、それはある、うん、それはあるのよ。私もこのもん だからね、うん、あ、そうだからみんなにね NPO 活動とか面白いよってこうやったことない人に言いたいのは、いろんなね、私も見た目問題やったから、いろんな社会問題にやっている人たちにたくさん会うようになって、むしろもうね、なんかこう動じなくなるわけ。もう今更大日と聞こうが、ブラックと聞こうが、LGBT と聞こうが、あ、知ってる知ってる、あの人もそうだからっていうさ、そういう数がどん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 こう増えていっちゃうと、初めての何かにこう出会ったとしても、そのなんかびっくり度がすごいちっちゃくなってくる感じがする、ね、そうそう、それはあるわ。だからみんないろんなことたくさん知った方がいいよっていうのは思うのね。差別する心がなくそうじゃなくて、差別するけど、そうそう、それ前提に、いじめとかもね、いじめをなくそうじゃなくて、いじめはもう人が集まれば起きちゃう、でもそこでじゃあどう対応するかだっていう、今多分ちょっとそういう方向にいじめ、うん、多分なってきてるんだけど、そうそうそう、いや本当そうだと思う、うん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 、差別もね、まあ、なるほどね、タミちゃんあれだよ、もうなんか今デジャブかと思った。本当ですかえ、でもさっきちょっと話出たけど、はい、ブラックヘリテージっていうのは、なんて言ったらいいんだろう、会なの？なんだろうな、うん、サークル？わかんない。サークルなの？なんか集まってなんかしてんの？うん、ま、でもメンバーすごい少なくて、今、うん、一桁しか多分いないんですけど、うん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 、そのウェブサイト上で出てるね、今ブラックヘリテージって出てるね、多分。あ、検索って出てる。うんうん、ウェブサイト上でブラックについていろいろな情報を、うん、ね、私がブラック問題をどう感じてるかっていうことを、うん、それぞれ個人メンバーが発信しましょうっていうコンセプトなんです。あの、ブラックヘリテージとしてこういう主張がありますではなくて、ブラックヘリテージっていうのはそれぞれ主張を持った個人が集まってそれぞれ好きなことを言う場みたいな、うん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 、なんかこうブラックとかに関係あるようなことだったりなんかを、私こういうふうにちょっと今日こんな経験したとか、こんなこと考えた、そうそう、あとこれに対してどう思うとかも一人一人全然意見が違ったりするけど、そういうのをこう個人がそれぞれが思うことを発信しましょうっていうサイト でそれをこう、まあ、ぼちぼち更新したり、あと年に1回ぐらいイベントをやる。今年はね、6月6日、あ、言ってんのか、あ、6月、大丈夫、6月6日に大阪で今年はイベントをやるんですけど、シンポジウム的な、そうそうそう、交流会みたいな、うん、トークセッションと飲み会っていうのをやるんですけど、大阪で、大阪で、去年、一昨年は東京で、あ、去年は東京でやったんだけど、もう年に1回ぐらいやって、でまあブラックに関するもろもろみたいな、うん、みんなどう思う的な、あ、そっか、そういうのをやるような会グループグループグループ
まあまあ、まあ、ブラックのことでいろいろみんな言おうよっていう何人かが集まってるものみたいな感じ。そう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 、そうですね、うん、そうだから何って言われるとね、サークルかな、なんだろうなみたいなさっきねちょっと出てたよ、あれどこだったっけな、はい、あれ、あ、ほら、ブラック問題でいろいろ重い話を聞いたり差別事象を知ってきていたのですが、数年前にタミさん知ってすごく柔らかくブラック問題を話していて衝撃でした、ね、良い意味で。やっぱりそうなんだよね私特に自分がなんか柔らかいと思わなくて、でも戸川さんも最初、一番最初会った時になんだっけな、なんかすごい言った私警戒に、なんだっけな、警戒に話してたみたいなだって私のさ、だって言ってた、なんかそういうことを言っててなんか、あ、そうなんだ私って、結構私の知ってるそういうブラック運動的な人、まあ、年代ももうちょっと上だから50代とか60代、50代、まあ、まあ40から上ぐらいな感じの人たちだから、もうちょっとこうなんつったらいいかな、活動家っぽい感じだよね。そうなんだ。でも私その時ももうその私の父親は、うん、その妹がそのブラック差別、結婚差別でもう精子もお金、あの縁を切ってしまってて駆け落ちみたいな感じになってて、もうそのね家族を一人失ってるんですよみたいな話とか、あとなんかそう、あとなんか私も就職、家のすぐ近所で就職差別事件が起こって、中学生ぐらいの時に、うん、私って結婚、将来結婚もできないかもしれないし就職もできないかもしれないってすごい思い悩んでみたいな話をしたんだけど、でもなんか軽やかだよね軽やかそうなのか言ってる内容重いのにねみたいな、私思う、そう結構重いこと話してつもりなんだけど、なんで軽やか、あれそうそうだ、もうちょっとなんか今日はもうブラックの話とずれちゃうかもしれないんだけど、あの時にね、私もあの時手挙げればよかったと思って、そう、あのブラック、自分がそのブラック、なんてそういう言い方するの、ブラック出身って言い方するの、うん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 、だから就職もできないかもしれないで、結婚もそういう結婚差別とか、まあ、うんうん、見たから結婚もできないかもしれないって思っていうふうに思った時に、さて私がじゃあこういうふうに仕事に着こうって思ったんですけど、それが分かる人って質問したじゃん、うんうんうん、私もうね絶対そうだって思ったの、うんうんうん、もうみんな誰も手挙げないけどもはいって言って手挙げて言おうかって思うぐらいだったの。であの時私思ったのは、まずそう絶対思ったのは手に職つけようっていうふうに思ったはずで、でもなおかつ医者か看護師になろうって思ったんじゃないんですかってね言おうと思ったらビンゴって思ったんだよね。そうだね、看護師だ、あの時言えばよかったと思って、正解看護師、正解看護師、ね、なんでそれに分かったかっていうと、見た目問題も全く同じだから、うんうんうん、見た目問題の人たちも親か、まあ、年代にもよるんだけど、手に職つけた方がいいって言われてて、で就職でも苦労するし結婚もできないかもしれないから手に職つけなさいって言われて、うんうんうん、専門職こう目指していく人多いんだけど、でも医療系とあと福祉系とかに行く人たちってすごい多くて、でやっぱり理由は同じなんだよね。だから絶対そうだって思ったら当たったから、あ、なんかもう全然問題変わってもそう同じかと思って、そのセクシュアルマイノリティの子とかもすごいわかる、うん、医療系でしょとか、うん、看護師でしょとか、そういうやっぱり同じだって言ってた、肉体労働をするか、あのそういう資格、手に職をつけて食いっぱぐれないような資格をあのするか、どっちかってやっぱ思うって思うんだよね、うん、だからこの、ね、いわゆる社会問題、特にこう差別的なものがあるって言われてる問題の当事者さんたちって多分同じだと思う、うん、みんなその手に職系とか資格ね、食いっぱぐれのないっていうものをね進んでいくっていう人たちね、デブがデブじゃないよ、はい、デブがデブじゃないけど、そういう風に考える人が傾向 が,、ね、傾向が多いって、うん、あります、ね、分かるわって思って聞いてた、うんうん、そう、あ、 LGBT もまあそうなんだよね、そうそうそう、ブラックの中でも LGBT いるかもね、いるいる、全然いますね、いると思う、ブラックの人の中にも見た目問題の人もいると思うしね、みんなそういう重なってる人もいっぱいですね、全然いますね、
ていうかね、そうなんだよ、話聞けば聞くほどね似てるなって思って、で多分違うのは見た目問題っていうのは見れば大体分かる、その当事者さんだっていうのが分かるのと、ブランクの方は逆に言うと見た目では分かんない、もう言わなきゃ分かんないっていうね、うんうん、そこがそこは決定的に違うとこ、そうですね、違う、ね、真逆な感じなんだよねって思ったけど、うん、うん、っていうのでそう分かる分かるって思う、え 軽いっていうよりかは何だって知ったか、ね、軽やか、軽やかだと思う、語り口みたいな、ニコニコし喋ってるしって思って、ね、楽しそうだしって思って、楽しい楽しいね、楽しい活動してて楽しい楽しい楽しいですね、あ、そう、いや、そうなんだ、楽しくないよ、私は楽しいんだ私は楽しくてやってるけどそっか、じゃあよかった、うん、いいかなるほどね、うーん、まあでもね、私だけどそうだな、自分がまあ NPO とかやっていろんな問題の人たちに会って、でそのいっぱい会っていく中でこう人、うん、特にこう人権系の人に、見た目問題がそもそも人権なんだっていう風になってきてるのはここ数年なので、そっからこういわゆる人権系の人たちとか会ってるから本当に 2,3 年なんだけど、どうかな、最初から私はあんま怖いと思ってたかな、どうだろう、わかんないけど、でもで漠然とやっぱりちょっとこうブラックの活動とかする人たちを怖いかもっていうのはちょっと思ってたかもしれないね、タミちゃんみたいにニッコニコして喋る人が出てくるとそうな軽やかだなって思うのかもしれない、ぶっちゃけ多分世の中の人って言い方はちょっと言い過ぎかもしれないけど、もうさ、ブラック差別なんてないよって言われることもあるの？あるもん、全然ある。全然あるの？全然ある。全然あるの？言われるんだ、もうないでしょって。言われますね。あれは。うん。あ、そう。なんかあ、だいたい多いリアクションは、うん、あ、なんか関西の方ではそういうのあるって聞くよとか、あっていうリアクションが多いかな。関西の方があるよね。あ、そうそう、関西、あ、うん、知ってるとか言うと、あ、なんかほら関西の方ではそういうのあるって聞くよねみたいなそういう時どういうリアクション取るの、うん、東京もあるけどねって東京もあるけどねって、うん、そうだ、そういえばそういうなんかこう、なんつったらいいの、あの、なんていうか、そういう講演とか、うんうんうん、シンポジウムとかっていうんじゃなくて、うんうん、自分のその日常の生活の中でブラック問題って知ってるとかっていう機会っていうか、そういうことってあるの？難しい、うんうんうん、難しい、まあ、なんか言うきっかけもね、みんなで全然関係ない話してていきなりブラック問題って知ってるとかっていうのもおかしいけど、なんかそういうあえて言おうとかっていうこととかってあるの？そうね、あ、でもやっぱね、知らないって言われることがずっと東京でずっと育ってきて、ああ、うん、知らないとかよくわかんないって言われることが圧倒的に多いけど、うん、その差別とかあるんで、うん、あるし、それで自分が辛い、自分とか友達と周りがね辛い思いしてたりとかするから、自分その辛い思いしてること自体がないことになってるっていうのはすごい嫌だっていうか悲しいことなので、知ってほしいっていう気持ちはすごいあるんです。世間の人たちにちゃんと知って、苦しんでる人がいるってことも、差別があるってこともちゃんと知ってっていうのはすごい思ってて、で伝えたいっていうのはずっとまあ思いながら生きてきたし、でもやっぱ子供、自分に子供が生まれて、その自分が育ってきた環境、その周りがブラック問題あんまりよく分かんない、うん、でもブラック差別はあって、うん、いつそういうのが襲ってくるか分かんないみたいな環境で子供も育つんだなと思ったら、それはね、なんかもう切迫度が違ったんです。なんか何とかしなければという、あ、自分だけに降りかかってきてる時は自分がどうにか対応すればいいんだけど、子供がどうやって育っていくのかって思った時に、
自分だけ私だけがどうにかしっかりしててもダメで、やっぱ子供の周りの人とかにもすごい知っててもらわなきゃいけないとか、うんうんうん、なんかあった時にその子供を支えてくれる人がもっといなきゃいけないとか、うん、こう例えば幼稚園の先生に知っといてもらわなきゃとか、うん、ママ友に知っといてもらわなきゃとか、そういうすごいこう切迫具合が違って、でなんとか、うん、でもいきなりちょっと聞いて、私ねブラックってしてるってやっぱ公園で立ち話しながらこう、ね、こう言えない、ね、空気なんかピーンってなる、ね、なんかこう、うんうん、なんでこうどうにか日常生活の中でそういう会話の糸口がないかなって思って、なんかあったらすごいこうなんかバッて言うようなこう種みたいのはすごい散りばめたりとかはしてるんです。例えばどんなの？あ、なんか私ちょっと仕事しててみたいのをなんかあのなんか卒園式の出し物、親のね、うん、親あるよね、親がこの間幼稚園をね、うんうん、卒上の子が卒園したんで、うん、出し物をの練習をちょっと仕事で休みますって言って、うんうんうん、あ、ごめんなさい、ちょっとその日仕事なんで、ごめんなさい、そう仕事なんですとか言って、うんうん、でまあそのなんか講演があったりとかして、うん、本当に仕事なんだけど、うん、で仕事なんですとか言うと後から仕事してたんだとか言って言われたから仕事してたんだ何やってんのとか言うと、あ、なんかブラック問題知ってる、その公演とかやったりみたいなのを言ったりとかするっていう、こうそういうなんかきっかけをこう埋め込んで、なんとかカミングアウト的なことをできないかなみたいのはしたりしてます。あ、そういう戦略ね、こうちょいちょいいろんなところにこう行っといて、向こうがへーなんて言った時に、あ、仕事こういうのなんだみたいな感じで言うわけだ。そうそうそう、こういう仕事してるんだとか言うと、なんか糸口、そうだね、ブラック問題知ってるとか言ったりとか、そういう感じですよね。へー、それで例えばそういうきっかけ糸口でブラック問題の話した時の相手のリアクションってどんな感じなの？一番多いのは、あ、関西してるとか言った時に、うん、あ、関西 の、うん、のあるよくあるやつでしょ、うんうんうん、とか言われたりとかして、うん、いやでも東京とかにもあって、だから私も東京でそういう仕事したりとかしてるんだよみたいなのを言う時もあれば、そのブラックとか知ってるとか言ったら、うん、知ってるみたいなそれ何知ってるよみたいな人もいるし、それは本当に問題を理解してるっていうか、なんかこうなんか出身地のすぐそばに、自分の田舎のすぐ田舎っていうかこう暮らしてたとこのすぐそばにブラックがあって、知り合いがそこにいるとか、友達でブラック出身の子がいるとかっていうのもあるし、あとまあね、ちょこちょこあるのは、うん、私も実はそのブラックじゃないけどマイノリティで、例えば在日なんだとかアイヌなんだとかって言って、で、だから分かるよみたいな、なんとなく置かれてる状況とかも分かるよみたいなこともあったりする。それあるよね、うん、それあるある、ある、それはだからこっちも見て分からない、向こうも見て分からないようなマイノリティで、私も見て分かんないようなマイノリティだけど、そのそうそうそう、こっちはなんかこうパッてカミングアウトすると向こうもこう、あ、私も実はねみたいな、あ、それは、うん、ちょこちょこある、あるよね。こっちがバッて言えば向こうも、あ、私もなんだって感じでなりますね。そっか、そういうふうにこうちょいちょい種まきをして、うん、したり、なんかそう Facebook とかにちょっと書いたりとかしてFacebook とか書いて、なんかこう、うん、なんか見ててくれたらいいなとか、うんうん、そういう感じね。そういうのやっぱ面白いよね、うん、なんかね、やっぱりね、どうしたらいいかな、俗に言う昔からある社会活動家とはやっぱちょっと違うとは思うんだよね、うん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 、なんかこうあの差別をやめろみたいなのとやっぱちょっと違うじゃない、うんうんうん、ね、だからまあ今時な感じで、いかに新人類って言われたことある、ね、いや50ぐらいの人にね、新人類現るって言われたことある、新人類って言われたことある、ね、まあでも、ね、50代ぐらいとかでするとびっくり、違うなっていうのはあるんだろうね、周りの反応も多分ね違うんだと思う、その今
知ってるって言った時の周りの反応が、その50代の人たちがその20代ぐらいの時に周りに言った時の反応と多分もう全然違うんだろうなとは思うしね。今どうなんだろう、若い人たちって否定的なのかな。ここにもちょっと書いて言ってくれたけど、うん、自分は差別しないけど自分の子供が部落の人と結婚するって言ったら反対するっていう人は結構いるみたいですねって、まあ、よく聞くんだけど。そうですね、いますね。まあこれはよくあるよね。ありますね。その他人な関係のうちにでは差別とかって全然しないとかって言ってるけど、いざ自分のこの身内に入ってくるかってなると、やっぱ 拒絶反応を起こすとかっていうのはあるね。なんかそういう差別の現れ方もあるし、あと、いや私は差別しない、私は差別しないけどこの子が将来、あ、ここ、例えばここが結婚して子供が生まれてその子が差別されたらかわいそうでしょっていう、そのリスクヘッジなんだこれは、差別ではなくあるねなんだという形の差別、いや全然差別なんだと思う、差別だけどね。わかるわかる。そういうのは私はしないけど、けど孫が辛い思いする、だって差別あるもの、だから辛い思いする、あなた自分の子供にね辛い思いさせていいのっていうやつね。なんだそれって思うけどね。もうそれがすでに苦しめてそういう、それがもうすでに苦しめてアウトって感じだけどね。私は差別しないって、あのね、そうそう、あーそうか、なんか ちょっと今そっかって思ったけど、私本当に差別しない、あのなんていうの、ブラック出身とかでも別に OK とかっていう人もいっぱいいて、そういう人たちって、ね、多分ね、私は差別はしないとかってね思わないはずなんだよね。差別しないんだから、そもそもなんかちょっと矛盾するようなんだけど、うん、差別しない人は、私は差別しないとすら多分思わないみたいな感じ。むしろ心のどっかで人間は差別するもんだ、だから自分もどこかで人を差別しちゃってるんじゃないかってぐらい思ってる人の方が本当に差別しないような気がする。ああ、わかりますわかります。だから私は差別しないのっていう人は知ってるのどっかでって思うよね。差別しないのって言えない、ね、言えない、してると思うもん、してるもん、してるもん、私も多分してると思うよ、してるもん、してる、そうそう、してます、してます。なんだろうね、だってなんかね、もうね、すごいし、もうすでにこうなんか、あ、その問題知ってるけど、うん、スルーしてるみたいなのとかあって、もう絶対その差別に加担したりしてるし、私が、あ、そう、そうそうそう、だから見て知って言ってるのに、それをこうなんつったらいいんだろう、改善しようとしないっていうことは、それを良しとしてるっていうわけだね。それを容認してるんだから、遠回しにそれがある社会を肯定してるってことは、もうすでにそこは差別に加担してる。それでいいんじゃないって思っちゃってるっていうことなわけで、でそれはね、多分ね、あるのよ。うん、私も多分あるわ、してると思うから、絶対差別しないなっていうふうには思わない。うんうんうん、思わないから私は差別しないっていう人は信用できない、そう、信用できない、もう、そう、そうなんだよね、それはね、だからね、思う、うん、トガさんのタレさん、お二人ともエネルギッシュなんだけど湿度が低いって、カラッとしてて聞いてて重くなくていいですね。あ、いいですね、いいんだらいいんだけどね。湿度が低い人、カラッとして湿度が、そうか、湿度は低い、うん、重い人いるからねそうか、なんで泣いちゃったりすればいいのか泣いちゃったりすればいいんだよ、うん、泣いちゃったりすればいいあのね、私見た目問題もそうなんだけど、あ、ね、いじめられた話とか、あと例えば就職差別とか結婚差別っていう話をするのは全然構わないと思ってて、隠す必要もないし、あえて言わ、なんて言ったらいいんだろう、そういうなんかこう負の面とかをなんか出さないとかっていうことしなくてよくって、あったことはあったこととして全然言っていいと思うんだけど、でも人間、その当事者さんもね、生きてればいいこともあれば嫌なこともあるわけでしょ、うん、だから嫌なことばっかじゃなくていいこともあるわけなので、うん、っていう、なんかこうどっちもあるっていう感じぐらいでいいんじゃないのっていう感じなんだよ
もそれがちょっとこう湿度が足りない湿度が足りないでも褒め言葉で言って褒め言葉で湿度が足りないのはそういうところなんだと思うんだけどね。でもあのね、実際でも楽しいなって思うことが多いからやっだって辛い辛いことばっかりだったらやれないですよね。こんなことはね、やれてお金にならなくてお金にならなくてお金にならないんですよ。お金にならなくてお金にならなくてお金にならないんですよ。泣いて金くれるんだったら泣いちゃうよね。うん、それ楽しくなかったりやもない。だからそのらすごい腹立つこともあるし、うん、辛いこともあるけど、うん、でもやっぱ楽しいことが楽しいなってそのなんだ向き合うことが、そのなんていうの、自分のアイデンティティみたいなものとすごい向き合わなきゃいけないんです、こういうのやってると。で自分のすごいその差別する気持ちとか醜い部分にも向き合わなきゃいけないけど、でもそれが逆にいいっていうかね、豊かなことだなってすごい思う。今日はいいこと言うね。多分ねそれは LGBT の人たちもみんなそうだと思うんだけど、そのなんて言うんだろう、そういうこうなんて言うかいいかな、問題をこうの活動とかをする人たちって自分たちがそのされてる差別的なことともちろん向き合うんだけど、うん、その自分の中の黒い部分とかっていうのにもやっぱ向き合わないと活動ってねできないのよ。その自分たちがやられたことばっかりをこう告発するみたいなのってものすごい限界があって、自分の中にも黒い部分があるっていうのとちゃんと向き合ってから活動ってできるのね。だから活動する人たちってすごいこう面白いっていうか魅力的な人が多いなと思うのは、その自分の黒いとこもちゃんとしっかり向き合ってるっていう、うん、なんかこう人間的な深さみたいのがあるのよって私はいつも思ってて、だからこう当事者さんとか活動してる人たちってすごく面白いなっていうのはそういう部分、うん、私もだから途中まではこんなに私大変なのにみんな無視するのっていうなんでひどいわっていう、やっぱそういうのはすごく途中、ね、うんうんうん、あるとあるうん、かる時まではすごくそういうのは強かったんだけど、うん、でもそういう時って、うん、例えば友達とかにじゃあブラック問題考えてよって言うんだけど、うん、でもそれってそういうの言う考えてほしいっていう気持ちと裏腹に、うんうん、でもなんか私のために時間を避けと言って出るような気がして、逆に言いづらいみたいなすごい矛盾した感情があったんですよ。へー、そうなんだ。ブラック問題について考えてっていうのはやっぱなんかね、考えてもらうみたいな、ちょっと私のためにやってみたいなことを言ってるような、逆にちょっと言いづらいみたいな、知ってほしいんだけど言いづらいみたいな、なんかすごい矛盾した気持ちがすごくあって。そうなんだ。そうなんだけど、ある時からあ、そういうの、そういうマイノリティの問題とかに向き合うことって、うんうん、そのマイノリティのために うんうん、やるべきことっていう面ももちろんあるけど、うんうんうん、でも一方でやってる方がその自分の人生がすごい自分と向き合って豊かになることだから、うんうんうん、やったらいいのに、やったら楽しいのにみたいなところに、うんうんうん、なんか転換した時があって、そうするとみんなもっとイベントおいでよとかすごい言いやすくなった。あ、なるほどね。なんかね、当事者だからこそというか、やっぱりそういう、なんて言うんだろう、うん、なんかね、知ってほしいんだけどでも言いづらいみたいな、なるほど、あのがね、そうあったんですよね。当事者だからかもね、うん、かもね、自分のために来てって言ってるみたいな、うん、なんて言うんだろう、なんかこう結婚式に3万払わせて招待するのってなんかいいなんどうなんだろうな、私のことを祝えって言って、しかもなんか3万ぐらい出せって言って招待状出すとどうなんだろうなっていう負い目みたいなのとすごい似てるんですけど、ごめんねみたいな、そうなんか来てねって思う、ごめんねみたいな、なんかそうなんかね、そういうね、なんかね、ちょっとこう矛盾した感情があったんです。なるほど。でも今はすごい振り切れて、いやそうじゃなくて、そういう人たちの、自分がマジョリティだと思っててみたいな人たちの
もうの人生もすごい豊かにするし、楽しい子、楽しいって絶対感じるだろうな、ちゃんと向き合えば、うん、みたいな、うんうんうん、だからやったらいいの、あそこすごいこうイベントとかも来ればいいのにって友達を誘えるようになったりとか、うん、思うね、うんうんうん、だからさ、こうなんかさ、なんていうの、人生つまんないみたいなね、うんうんうん、そのなんかこう生きてても面白くないみたいなこと言う人はね、社会問題やったらいいよって思うの、面白いからって、そう面白いし、やってもやってももう尽きないから、時間が足りないと思うぐらい次から次と知りたいことが出てくるし、そうなん、もう人生楽しくなるのにって思うよね。私もそれはすごい、だからみんなやったらいいよって思うんだけど、そっか、それは私はあんま最初からそういうのなかったから、多分自分が当事者じゃないから自分のために時間を使ってもらうって感覚がないんだろうね。自分のためではないので最初からみたいな。あー、へー、なるほど、それはそうか、そう、なんかね、そういう、そう思ってたんですよね。そう、今はそんな思ってない今そんな思ってない今そう楽しいのになって思う。面白いよね、うん、面白いと思うよ。私なんでみんな、まあ、学校で教えないっていうのも、でも教えなくても世の中こんなに本もあるし、今だったらネットとかもいっぱいあるから、うん、知ろうと思ったらすぐ知れるから、うんうんうん、みんなした方がいいよって思う。だけどね、このユーストもそうなんだけど、うん、講演会とかもそうなんだけど、うんうんうん、そこにね、聞きに来てくる人、うん、このユーストも見ているあなたは多分ね、もうすでにいろんな社会問題とかに関心があるので、わかるわかる、このいかにその関心のないね人たちにその種を届けるかっていうのが、そうですよ、もっと頭を悩ませる、悩ますところ、共通のね、ノーベル賞ものですよ、きっとそこが分かったら。 そこがね、なんていうか、ものすごい課題よ、うん、ブラックもそうだろうね、関心もアンテナ張ってる人は多分もうね、話聞かなくてもいいぐらいな感じなんだけど、いかにそこのアンテナのない人にこっち向いてもらうか、ゼロをね1にするのってすごい大変だから、なんかそのまあ大阪とかだとブラックの活動とかまだ全然活発な地域とかいっぱいあって、そういうとこ来たいね、住みたい、もうそっちに行ってしまえば、もっと楽しい、楽なんじゃないのとか、そっちにね行こうと思わないのとか言われたりするんだけど、いやもう私はね、ここで東京です、東京でこのなんかこう誰もね周りが知らないみたいなところでいかにこのね隙間にこう、うん、なんかこう種をまけるかみたいなところがね、私が東京に生まれた意味だと思うわけみたいなそうね、あ、でもさ、ブラック問題も多分活動してる人とかその中心にいる人ってみんな大体本人でしょ。そうあいやそうでもない、うんとね、そうですね、今はそうでもないのかな、あの研究者の人とかは全然違います、ね、研究者は違うね、うんうん、もう案外全然関係ない人が研究者になってたりはする、ね、でも運動とかはやっぱ中心は当事者かもしれない、うん、こんな昨日か一昨日かもうそんな話してたけど、大体ね、大体こう社会的な活動とかってするのって、うん、もうほとんど本人か、まあ、家族みたいな人たちがやって、そうじゃないっていういわゆる第三者の人が、まあ、支援するぐらいはいるんだけど、支援するとか協力するとか、うん、お手伝いするとかっていう人たちはいるけど、本当にその真ん中まで入り込んでて真ん中で手をこう上げてる人とかっていうので第三者の立場の人っていうのは、まあ、少ないですよねって話してたんだけど、うんうんうん、ブラック問題もそうかもね、活動とかってなっちゃうと、とちょっと今思ったんで、まあでもどうかな、もう歴史も古いし、そうでもない人も入ってるかもね、うんうん、今だとね、例えばそうね、なんだろう、狭山事件とかやってたりする人たちだと、もう中には全然関係ないけどその問題の活動してる人とかもいるのかな、もう長いからね、うんうん、いるかもしれないね、長くやるとそういう人たちも出てくるのかもしれない
戸川ひろ子的な戸川ひろ子的な、ね、昨日もそうそう言われて見た目問題本当にないですねって言ってないですねって私の課題でもありますみたいな話をしてたんだけど、でもそういうそのなんて本人じゃない人たちがやっぱりこう活動に入ってきてくれるのが一つの転換期ではあると思うね、うんうん、大事なことだと思う、うん、そう思うわけそう、でも ブラック問題って何年ぐらいの活動なんだろうね、活動として声が上がってからっていつを言うの、水平社が出た時ってこと、水平社、うん、それがだから90何年とかの辺がスタートになるのか、うん、そうするともう何年やってんの、90、うんとね、何年か前に90周年とか言ってたので、そんな歴史があるんだね、こういうのは歴史があっていいのかかどうかも微妙だよね、はい、そう、なんですかそこ急に、うん、なんかそんな気もする、ね、うん、歴史が長い長いからいいのかって言われるとそれは解決してないっつうことだったりするからね、うん、早いこと解決するに越したことないわけだからね、まあしかしまあ人に歴史あり人に歴史ありなんでこういろいろしょうがないことはあるのかな、うーん、まあでも私も思う、東京はね学校で教えれば何でもいいっていうわけじゃないとは思うけど、うもうちょっと ねやった方がいいと思う、ね、と あるんだから、うん、墨田区ってあの私がちっちゃい時から自分の記憶だから絶対正しいとは思わない、学校でもしかしたら先生とかやってたかもしれないんだけど教わったって記憶あんまないの、うん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 、ないの、そのブラックとか童話とかっていうのを教科書に出てましたって言われればまあなんか目にした記憶はあるかなぐらいな、そのぐらい薄い感じで、そのどういう問題が起こっていてで実際にそれをこうなくすためにどうしたらいいんだみたいなことを学校でちゃんと教わった記憶はないわけ、うん、ないけど私の生まれ育ったこの墨田区ってちゃんとそういうその部落の問題っていうのは存在してるわけで、存在してるっていうのも子供心に知ってたの、うん、知ってたけど深く考えるってことはしたことなかったからね、さっきで言うところの知ってるけど、うん、全然それをこうなんて言うんだろう、気にしないで、うん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 、ずっと大人になっちゃった一人なので、やっぱそれはいかがなものかって思うよね、そこにあるんだからそう、ね、少なくともあるよっていうのをちゃんともうちょっとこう教えていいんじゃないかなとか思うけどね、触らぬ神にそういうことみたいなことなのかな、臭いものに蓋みたいな、眠った子を起こすだとかね、そうそうそう、寝た子を起こすだとかいろんなこと言うけど、ね、うん、あれはね、まあ、あれはほら障害者の方でよく使う言葉だけど、寝た子を起こす、ブラックでもすごい、ブラックで言いますよ、すごい言う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 、あれすごい言うんだ、ブラックの中のこと、ブラック問題の言葉なんかフレーズなのかと思ってたって、ぐらいすごい言う、あ、そうなんだ、うん、私がよく聞いたのはあの障害、特にあの知的に障害がある人たちへの性の、あの学習、性教育、性教育とかをするかしないかって時に寝た子を起こすなっていう、うん、教えなければ彼らはそういったものを知らずに大人になって知らずに終わっていくわけだから、終わないですよね、終わんない、終わんない、実は終わないんだけど、だからそのわざわざ教えるってことをするなって意味でよく使うって言ってたんだけど、ブロックでも使うんだ、すごい使いますよ、みんなそーっとしてれば忘れるから、そう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 、そーっとしてれば忘れていくんだからそーっとしとけっていう、あ、私ね島根に2年、もう2年前ぐらいなのかな、島根のに呼ばれたことがあの公園で、ね、うんうんうん、でごめんね島根の人見てたらそのいわゆる市街地中心地じゃなくて、うんうんうん、すごい田舎のところから呼ばれたの、うん、どうやってそこ行くのっていうぐらい、うんうんうん、交通手段みたいなっていうぐらいなところ
から声をかけてもらったことがあって、なんでここの人たちが私のことなんて呼んでくれたんだろうって思ってさ、でそれはまあちょっと大阪の大阪つながりで私うちのことは知ってくれたらしいんだけど、で呼ばれた時にその懇親会してもくれた時にその中心メンバーのもうおじいちゃんなのね、うんうん、80歳ぐらい のその人に、なんで今回私のこと呼んでくれたんですかとかって言ったら、あのこの地区っていうかそこではもうずっと人権学習会みたいのをやってて、毎年毎年いろんな人権問題の講師の人を呼んで勉強会をこう自主的にサークル的にずっとやってて、もう何十年もやってるっていうわけ。ここでって思ったのね。ここでやってるんだって思って、失礼ながら思ったわけで、本当にねそこの学習会って、その今では村じゃないんだろう、町なんだと思うけど、うん、の住んでるおじいちゃんだけじゃなくて、まあなんて言ってるんだ、主婦とかサラリーマンとかでもいいんだけど、なんて言ったら活動家じゃないの、本当にただの人なの、ただの人たちがただ集まって勉強会してるわけ。勉強しても彼らの何の活動もしないんだよ、でも勉強会なの、でそれを脈々と何十年もやってきたっていうのね。すっごい不思議に思って、勉強って活動家がするもんだってちょっと思ってるところがあったから、もしくは活動に興味のある人たち、なんて言ったらいいんだろう、活動しないまでもそういうなんか社会的な動きとかにすごい関心があるとかって人がするもんだと思ってたから、勉強したところで全然それが日常生活に関係ないみたいな人たちがなんで勉強するんだろうってさ、すっごい思ってさ、すごい失礼なんだけどさ、え、なんでそんな勉強会をようやるんですかみたいなことをちょっとしつこく聞いてたけど、そのおじいちゃんにねしたら、あーみたく言われて、その要はスタートはブラック問題なんだって、うんうんうん、で自分がブラックの人間 で昔はやっぱりちょっとそういう差別的なこともあったりしたんだって、で今はもうないって言って、でそういうのがあって、その人権っていうのはやっぱり学習しなきゃ人間はいけないんだと思って、学習会を本当に最初数人で始めたんだって、4、5人ぐらいで、でそれがもうずっとやり続けていくうちに20、30人ぐらいかな、だからその村の人たちが来るみたいな感じで、今はなったんですよって話をしててさ、でももう何十年も昔にもう差別なくなったっておじいちゃん言うわけ。じゃあそこでやめればいいじゃんって今度こっちは思って、え、でももう差別ないんですよねって言ったら、もうないっていうわけ。ないのにどうしていつまでも勉強会やるんですかってまた聞いたのよ。おじいちゃんがさ、なかったことにはできないからっていうわけ、ね、差別今はないけどなかったことにはできないって、だから差別ってなんだとか人権ってなんだっていうのはずっと死ぬまで勉強し続けなきゃいけないって私は思うんですって、もう泣くかと思ったもん私飲み会の席でもう飲んじゃってるからもうさちょっと弱くなってるさみたいな。でもそのおじいさんになんかそう言われて、私もちょっとねなんかこう頭ガーンってやられた感じで、あ、人権を学ぶってそういうことかもしれないってやっぱ思って、それがこう学んだからって日常生活にどうこうってことじゃないんだなみたいな、ずっとその人間として人間として学んでいかなきゃいけないんだみたいなのに、なんかこうちょっとこう心を揺さぶられた感じがして、私は今日から心を入れ替えて入れ替えて今後の活動はそういう気持ちで臨みますってこうちょっと思ったもんね。で人になんか教えるっていうんじゃなくて、人権っていうのはみんなずっと私も含めて死ぬまでやっぱり一緒に勉強していこうよみたいなもんだなってちょっとそんな思った。多分私の講演の姿勢はそっから変わったはず、ちょっとすっごいそれは影響を受けたの、そのおじいちゃんに。そんな日本なんていうの、でもなんかこう、そう誰かのためにとかじゃなくて、すごい自分のためにやることだし、一人一人がちゃんとこう踏まえておいた方がいいものだし、あとねなんかすごい最近思うのは、人権ってなんか訓練かなと思う。なんて言うんだろう、スキルをね身につけていくもの、なんて言うんだろうな、あーわかる気がするじゃないかなと思う。そのなんて言うんだろう、
あのね、もともと持ってるものなんだけど、うん、それを本当に自分のことにして人生に生かしていくためには訓練がね、うんうん、あの練習が必要というか、訓練してそういうものをきちんとね、なんかねスキルとして身につけるためのにちょっとね訓練が必要な気がするんですよ。そうだね。で、そうかも。そう、なんかね訓練必要だなと思ってて、だからそのちょっと知ったぐらいじゃやっぱ身につかないんですよね、自分の中に取り込めない。で取り込むまでになんか多分ね何ステップか訓練が必要で、でもその訓練してるとだんだんいろんなことに応用が効いてきて、すごく自分の中の芯にピシッて入っていくんだろうなと思ってて、でそれをね子供の頃から訓練って言ってもそのじゃないですよ。でもずっと多分じゃないですよ、うん、もう見て親がやるのも見てだし、多分その現場の空気みたいのも多分肌で感じているだろうから訓練なのね。そう、なんか訓練、まあ、ほんと訓練って言っても、例えばなんだろう、あの その見た目に何か見た目がね、うんうんうん、自分と違う人と、うん、触れ合ってるかどうかで全然違うじゃないですか。違う違う。例えば他の何かマイノリティの人と出会った時の対応って全然違うじゃないですか。頭にその人との時間がポッて入ってるか入ってないかで、なんかまあ訓練っていうか、もういかに触れ合ってて、その人そういういろんな人と触れ合ってるかって、要はそういうことなんだと思うんですけど、まあ、訓練っていう言い方するとあれだけど、でもすごい子供の頃、例えば私子供の頃に、うん、あの学校がね、うん、障害児が一人もいない学校だったんですよ、うん、特別支援学級みたいのもなかったし、その全員健常児みたいな小学校に、であのちょっと一人ね耳が、うん、あの聞こえないで補聴器つけてるって、うんうん、難聴なのかな、うん、みたいな子はいたんだけど、まあ、そういう学校に通ってて、で大人になった時に障害持ってる人とどう接していいかわかんないみたいな、あの頭ではなんかこう差別しちゃいけないみたいなのわかってるんだけど、でもじゃあなんか私あなたが障害持ってるってすっごい気にしてませんよみたいな空気をすごい醸し出すみたいなそういう変な気の使い方をする、なんかスッと入っていけないみたいなところがあって、でそういうのってすごいもう訓練なんだろうな、うん、子供の頃いかにそういう人との場数を経験してるかなんだろうなっていうのをすごい思ってて、でだからそのもうブラック問題学校で教えるとかそういうかしこまったのじゃなくても、なるほどね、本当にいかになんか地域にそういう人が いてそういう人と触れ合うかとか、なんかそういうね体験をいろいろ子供の頃からしてるとすごい応用効くんじゃないかなって思ってて、効くよ、ね、だからそういう訓練をね、訓練って言ってもうスパルタじゃなくて、こうなんかそれはね絶対厳しいことではなくって、うん、そういう訓練はなんか自分の子供とかに、それはねなんかこうそれはねそうだと思う、まあ、それが財産になっていくんだろうなってすごい思ってて、最近の流行りの言葉で言えばさ、こう多様性、うんうん、多様性をちっちゃい時から経験してれば、うんうん、大人になって仮にねそういう人と例えばそうね、例えばさこう聴覚障害の人とかいろんな多様性の中で育つとさ、たまたま大人になってから初めて視覚障害の人とかと出会ったとしても多分スッとこういけるんだと思うの。そうそうそう、確かにその障害は初めてだけど、他のいろんな障害のある人とかに出会ってればすってこっちにも行けるっていう、そういう、こう多様性の中でっていうのはあるとは思うから、それはそうだね、まあ訓練っていうか、訓練っていうかね、なんかそういうことなのかなと思ってて、そういうことなんだと思ってて、そう、それ確かにそうなんですよね。うちの子とかもすごくあのなんだろう、トランスジェンダーの友達がね、うんうん、私のが月に1回ぐらい子育てしにうちに来たりとかする、うん、でなんかゲイの友達とかがそのうちに遊びに来たりとかしてると、うん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 、うちの子はもう当たり前だと思って、それがわかるわかる、いろんな、うんうんうん、あのなんかいろんな
人を好きになったり、うん、好きにならなかったり、うん、なんかそういうのが当たり前だと思ってるから、うん、もうそのままなんですよ ね。そういう子は全然多分もうちょっとこう本当の恋愛が分かる年になった時に、え、別に女同士とか男同士の恋人がいたっていいんじゃないっていうっていうのはさらっとそうなるんだろうなと思ってて、ね、そうそういうね、そう、うちも、うちもだから見た目、私がこの活動やるようになって、まあ、十何年だけど、ここで事務所構えてからが、うん、それでももう 5、6年はここで多分事務所構えていると、まあいろんな人が来るわけ、まあその LGBT の人たちもそうだけど、まあ、見た目にもちろん症状がある人たちも来るわけ、うんうん、もう真っ白いアルビナの人からあざがあったりとか、いろんな、まあ、耳がちっちゃいとか、まあ、とにかくいろんな当事者さんたちが来るでしょ。でそういう LGBT のほか、なんだろう、障害のある人たちとか、そんなとにかくいろんな人たちが来る中で、子供がこう、私の子供じゃないけど、うん、チーフの子供が育っていくと、生まれた時から世の中にはいろんな人がいるわけ、うんうん、っていうね、世の中にはいろんな人がいるっていうもう前提で育っていくから、その子の見る世界観と多分私の見てる世界観ともう違うんだろうなって気がするもんね、うん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 、だからそれはあるよ。そう、そう、ね、人権を学ぶは確かにそういう意味でトレーニングだね。そう、トレーニングなんだろうなと思って。だから今ってすごい、例えば学校行ったら、うん、そう、障害がある子の学級を分けてたりとか、そう、なんかいろいろもうこう分けちゃうんでしょ、いろんなもの。あれはすごいトレーニングにならないってすごく思ってて、もったいない。それあの、なんかよくこう障害のある子のね、お母さんとかお父さんとかが自分のこう普通学級に入れたいって言って、すごくこういろいろねやったりとか。でもあれはその普通学級と言われるとこにいる子どもたちのためにも絶対本当はなるんですよ。そうそう、だから彼らのある意味教育の機会を奪ってるみたいな感じなんだよね。そう、だからね、お互いにね、そう、なんか可能性奪ってるみたいな、すごい思う。もなんで、なんで車椅子の子が学校に行ったらいけないのと思うもんね、うんうんうん、単純にね、そうそうそう、階段がとかって言うけど、そんなの、そんなのさ、何人かがいればなんとかなるだろうって思うし、じゃあその子がいる間だけずっと1階をその子の教室にすればいいじゃんって、うんうん、そうそうそう、ずっと2年生になっても3年生になってもその教室だけずっと1階でもいいじゃんとかも思うし、そうすると周りの子たちも、あ、そういうふうにすれば一緒にこうやって勉強できるんだっていうスキルが身につく、それこそトレーニングになるんですよね。そうそうそう、自分ではないものと出会った時に排除するんじゃなくて、あ、自分ではないものと出会った時って新たなものを学ぶチャンスなんだっていうことを知るトレーニングを今すごい奪ってるよな、大人が子供から、ね、だから学校の先生は個人個人はすごい努力すると思うんだけど、先生すっごい大変なんだと思うけど、そのそもそものなんていうんだろう、そもそも論で多分仕組みとしてね、そうそうそう、仕組みとしても問題があるって思うしね。そうそうそう、そう思うよ。学校関係者の人たち、関係者じゃないんで、そんな仕組みを作ってる人たち、そうなんです、ね、まあ、その仕組みを変えていきたいと思いますということで、そろそろなお時間ですけども何ですかどっか、さっきあったけど、戸川さんとタミちゃんともう飲みたいねって書いてあったよ、どっかに。はいはいとか、ね、どっか行っちゃった。でもだから飲みたいなって書いてあったけど、まあ、飲みの席はいいよ、いろんな話が。そうですね、ほら、戸川さんとタミさんと飲みたいわって言って、はい、いいと思います。ということで本日もそろそろ終了。大丈夫かな、みんなブラック問題のこと分かったかな。ブラック問題の話もうね、ブラック問題のことを詳しく知りたいと思ったら、ぜひこうブラックヘリテージとかを見て、はい、検索してみてください、はい、そうするといろいろ書いてあるのでね、そこを読んでもらえればと思います、うん、来週は4月の28日ボリューム176をお送りします。来週はアシスタントロンバーグ病のゆうみちゃんです。お迎えてまた何かしらの話をしていきたいと思います。ということで本日はブラックヘリテージのメンバーの上川民さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました、はい、ということで、それでは皆さんまた来週、さよなら。
ホットケーキ。